チーフがいっぱいあって、まあ、スタンドバイミもそうですし、 E.T.、グーニーズ、エイリアン、ターミネーター、未知の遭遇、まあ、その80年代を代表するような映画作品のオマージュというか、私と同じ世代の人はきっと何か思い出しそうっていうようなシーンがいっぱいある作品です。私一番好きなシーンがあって、第一シーズンで息子のウィルとお母さんのジョイスが意思の疎通を図るというか会話をするところがあるんですけれども、その時はなんとなく懐かしさがあるなって思ってたんですけど、未知との遭遇のあの会話じゃないかってなった時に、あ、なるほどねって思ったりして、